はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はね、こういう色合いのアレンジを作っていきたいと思います。これね、こういう飾りって何でしょうね、例えばバラとかを使ったアレンジなんかよりもこう雰囲気で刺していくんでちょっとこう難しいんですよね。なので今日はね、そんなちょっとアレンジしにくい飾りをどういう風にしたらアレンジができるか、難しい飾りをアレンジする方法を皆さんにお伝えできたらなと思います。ではね、早速いってみましょう。ではね、今日はこちらのこの器にアレンジをしていきたいと思います。早速いってみましょう、どうぞ。はい、ではね、まず最初にこんなかっこいい石灰柳とか来ちゃったらもうウキウキしちゃうでしょ。まあこれをね、こういうところでバツバツなんて切ったらもうね、明日からアレンジやめた方がいいです。もうこの曲をしっかり生かしてアレンジしていきましょう。で、こう枝物を切るときね、なんでしょうね、このぐらいの太さだと女性の方だとまず最初に枝物を切るときの注意なんですけど、まあ、女性の方だとこのぐらいの太さだともう切れないっていう人も、もう切れないっていう人多いじゃないですか。だからそういうときどうしたら切れるか、まずね、こう真横によく皆さんハサミを持つ人いるんですけど、真横だと本当にこう思いっきりやっても僕なんかでも切れないんですよ。ようやく切れたみたいですね。これね、斜めにハサミを入れるだけでスッとこう切れます。これがまず第一ポイントですね。で、あとはまあこれハサミをこう少し下にこう回しながら切る。そうすると切れます。で、あと枝をね、止める時のポイントですけど、このぐらいの太い枝このまま刺すとですね、くるくる回っちゃうんですよね。だからこれは必ずここ半分にこう切り込みを入れて、でここを切ると、まあ、こんなような形になりますよね、横から見ると、まあ、こうするとこれが枝が止まります。なのでまあ、このような形にして止めていってください。まあ今日はね、スペシャル編なんで、ちょっともうちょっと言うと、この先、枝先ですね、今何もしてない状態です。これをこのまんまだとちょっとやぼったいんで溜めます。このように今枝が1本動きましたよね。これを全部こうやっていくとすごく素敵なアレンジに変わります。ではやっていきます。はい、このように格好がつきました。こうすると断然かっこよくなります。はい、次にこのね、ブラックコンゴっていう刃物を入れていきます。この子はですね、なんと2ヶ月ぐらい日持ちするんです。すごいね。これはアンスリウムの種類だと思ってる人多いんですけど、こっちはね、ブラックコンゴは確かフィロンデントロンの種類ですね。で、ここでフェイジュアを入れていきます。今回フェイジュアはもうほんとこう短く色で見せていきます。はい、フェイジュアが入りました。ここで赤ドラスナを入れていきます。もうこういう状態になったらもう丸めて赤ドラスナもう小さくね、入れてくる、こう葉っぱで伸ばして入れていくんではなくて、もうこういう塊ですね、塊というか、まあこう丸めることによって花と同じような扱いになっていきます、刃物も。で、例えばこういうところに今刃物を丸めて入れてった時に、こう丸めた時も同じ太さになっちゃうんです。もちろんこの葉っぱの太さが変わらないんで、
そう、これね、細いとか小さいものが欲しくなるんですよ、どうしても。そういう時はもうこう裂いて、簡単に裂けるんで裂いてあげて、でもこう小さいパーツを作って丸めて、でこう小さい葉っぱで作れば小さい丸めたパーツもできます。だからもう完全に作って妥協しない、ここがポイントです。でいつも言うようにグラセナは必ず1枚長くこういう風に取っとく。今回もちゃんと取ってあります。はい、次にこのこちらのカーネーションを入れていきます。次にこのラナンキュラスを入れていきます。これもちょっとワイン系のね、かっこいいやつですね。キュラスを刺すときも必ずこの中、ラナンキュラスの中空洞になってるんですよ。ここに僕は20番ワイヤーを入れて刺します。そうすることによってものすごくこうベントネックすることがなくなります。これ名前忘れちゃったんですけど、すごい可愛い花なんです。これを入れていきます。で次にこのユーカリポポラスを少し入れます。そして最後にもう一本石灰柳でアクセントラインを加えましょう。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。この色合いっていうか、この、このアップダウンとかね、お花の、お花の刺し方、フォルムの出し方、アウトラインの構成、アクセントラインの入れ方、まあ一歩間違えると本当汚くなります。なのでこういうお花はすごく難しいと思いますけど、まあ、できるとすごくかっこいいですよね。だから皆さんもぜひトライしてみてください。ではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time!